どうも小屋です。僕は今北海道登別温泉に来ております。今日は初めてのここ登別温泉で滝の屋というお宿に宿泊します。この辺りで、いや道内全体でも絶大なる人気を誇る高級宿らしく、なかなか予約が取れない中、今日ようやく訪れることができました。それでは行ってみましょう。はい、今僕はここ登別の一番の観光スポットと言っていいでしょう、登別地獄谷に来ております。ここ地獄谷が登別温泉最大の源泉になっていて、ここから毎分3000リットルの温泉が湧き出ていて、登別温泉はなんと9種類もの泉質があって、温泉のデパートと言われているぐらいです。この狭い範囲で9種類もの源泉があるっていうのは世界的にも珍しいです。で、目の前すごい地形をしていると思いますが、ここは約1万年前に活火山が噴火して爆発した跡なんですよね。もう目の前見てわかる通り、湧き出ている湯煙、たくさんの輸出口や噴気口があって、この煮えたぎる風景が地獄という名前ぴったりですね。地獄谷を出てすぐのところにこんな感じで左右にレストランやショップが立ち並んでいる通りがあります。まあ、温泉地の規模自体はそんなに大きいわけではないと思いますんで、まあ、ここが一番商業施設が多い通りだと思います。コンビニも奥にセブンイレブンがあります。はい、そして到着です。今目の前にあるこの建物が滝の屋です。和の雰囲気あふれる、とっても高級感ありますね、外観。まあ、やっぱり歴史ある温泉街なんで、こう古びた建物もそれなりに多いこの辺り登別温泉なんですけど、まあさすがにこの高級旅館の滝の屋、歴史ある旅館なんですが、古びた雰囲気は全くありません。いやもう外観見るだけでもテンション上がってきますね、これは。で、この右手ですね、橋がかかっていまして、右手の温泉街と奥の滝の屋旅館をつなぐ宿専用の橋になってます。下にはこんな感じで川が流れていて、薬三別川という川で、温泉も流れ込んでいる川のようで、まあ、ちょっとねこう硫黄泉のような匂いがここにいても漂ってきます。で、一応今日バスで来たんですけど、バス停は宿の前、ちょっとここ歩いて行ったところに登別温泉中央というバス停があるんで、そこから徒歩すぐになります。ちょっと奥の方にこれ有名な熊牧場が見えてますね。さあ、ではお宿の中に入っていきます。この温泉街から人道橋を渡るワクワク感がいいですね。この先は極上のくつろぎ空間です。今回泊まる登別温泉郷滝の屋は大正6年1917年創業で100年以上の歴史があります。長年登別温泉の中で屈指の人気を誇る高級温泉宿で、北海道ナンバーワンの温泉宿と称されることも多々あります。9種類もの泉質が集まる温泉のデパート登別温泉の中で、4つの泉質、硫黄泉、鉄泉、ラジウム泉、食塩泉をお宿の中で楽しむことができます。町の中心エリアにお宿がある立地の良さも素晴らしいですね。客室数は全30室、うち12室が源泉かけ流し露天風呂付きです。少ない客室数のため、ガヤガヤせず落ち着いた空間でくつろぐことができます。滝の屋という名前には家という漢字があり、旅人にまるで家にいるかのような心落ち着く空間を提供したいという思いが込められています。お宿の中に入ってきて、こちら左手ですね、ここで靴を脱いで素足でも快適に過ごせる畳フローリング空間が広がっています。目の前ロビーエリアが広がっており、100年以上の歴史を誇るお宿ですが、2008年に完全リニューアルオープンしており、古さを全く感じさせない洗練された空間ですね。今右手に見えているのがフロントです。畳や木材、オレンジの間接照明がすごい温かみのある空間を作り出していますね。そんな中でもちょっとこうカラフルな絨毯も取り入れられていて、いやこの辺も本当にハイセンスですね。そして窓の向こう側に見える景色は整えられた日本庭園、この辺りも全てお宿の敷地内になります。いや古き良き日本らしい風景が広がっていますね。そしてさらに奥の方に進んでいくと、右手にはショップがあって、左手には素敵な和室スペースがありますね。ここで中庭の日本庭園を眺めながらゆったりするのも良さそうです。で、右手のショップも見てみましょうか。
まず真ん中には地元ならではの梅酒、リンゴジュース、トマトジュース、そしておまんじゅうやスナック類のお土産が置かれていますね。反対側には登別らしい地獄カレーとか調味料、食品類も置かれています。で、この辺りにはグラスや陶器などの工芸品も並んでいますし、こっち右手には染め物ですかね、ハンカチがたくさんあります。奥の方にもこんな感じで各種置物のお土産があります。この辺には左手各種アメニティが販売されていて、ここ冷蔵庫エリアには登別の地ビールや一般的なビールなど、客室内ですぐにいただけそうなドリンクも販売されています。はい、そしてこっちの左手奥の方に通路が続いてますが、この右手奥にラウンジがあります。こちらがラウンジですね。ラウンジスペースはかなり見ての通り広々としていて、窓からはさっき見たような日本庭園の景色が広がっています。窓際にも広々ソファー、こっちの壁際にも思いっきり足を伸ばしてくつろげそうな大きなソファーがあります。で、奥にはオーディオプレイヤーとちょっとした本や置物もあります。照明もこれとってもこだわりがあっておしゃれですね。で、右手奥には北国らしく暖炉のスペースまであります。ここでジャズミュージックを聴きながらゆっくりとくつろぐことができそうです。で、こっち手前側には新聞や雑誌も置かれていて、ここには無料のコーヒーサービス、ティーやチーズ、飴のサービスもあります。そしてここのラウンジでチェックインの手続きをします。チェックイン時にこれウェルカムドリンクスイーツをいただきます。抹茶と手作り羊羹ですね。この羊羹はあんの旨味がしっかりと凝縮されていながらも甘さは控えめで大人の味わいという感じですね。その甘い羊羹に苦味のあるお茶がとっても合います。和の雰囲気たっぷりの日本庭園を眺めながらの和菓子、これは美味しいです。はい、それではチェックインをしたのでこれから客室に向かっていきます。こんな感じで廊下は畳が続いているので歩き心地がすごいいいですね。左手がお食事どころで、右手エレベーターから客室に向かいます。で、今回泊まる客室は上から2番目のグレード、露天風呂付き客室和洋室 D タイプというお部屋です。客室のお風呂は上2つのグレードのみ温泉となっていて、それ以外の客室の場合は温泉を味わう場合は大浴場を利用する必要があります。というか登別は泉質が素晴らしいので絶対に温泉に浸かるべきです。大浴場の設備もねすごい充実しているので後で紹介します。今回の客室ここですね、八重というお部屋です。はい、それではこれから客室に入っていきます。いやー、こりゃめっちゃ楽しみ。スライド式でこれ完全にバリアフリーですね。まず入ると左手にこんな感じで、これまた素敵な花が添えられていますね。入った瞬間からとてつもない高級感を感じます。で、まずはこっち左右に扉があって、右手に入ると寝室ですね。ベッドが2台畳の上に並んでいまして、こっち側にはちょっとあって細かく見ますけど多分鏡とかクローゼットがついてるんですね。そしてここがリビングエリアです。このお部屋83平米もの広さがありまして、こんな感じ大きなソファーが真ん中にあって、センターテーブルと思いっきり足を伸ばしてくつろげそうですね。ブランケット膝掛けも準備されています。で、左手大きな壁掛けのテレビとオットマン付きの椅子まで準備されているのが嬉しいですね。で、これもちょっと後で見ますけど、奥の方になんと客室内にテラスがついてるんですよね。そしてこっちの左手にはなんと贅沢にも和室スペースまで準備されています。あ、この辺はちょっとこう背もたれっぽいくつろげそうなクッションかな置かれていますけどね。いやー、でもなんかお部屋に和室があるだけでも心落ち着く感じがするんですけど、これいいっすね。ほら伸ばしてみたらダランと足を伸ばして後ろ背もたれになってめちゃくちゃくつろげそうじゃんこれ。はい、そしてこっち左手にまたすごいですよ、お部屋の中にダイニングエリアがあるんですよ。つまりこの客室はお部屋食をいただくことができるんですね。で、さらにほら
窓の奥の方にはこの雪景色ですね。素敵な景観が広がっております。でテーブルの上にはこれは梅か何かウェルカムスナックのサービスがあって、この中にもあ、まんじゅうがありますね。これ後で食べよう。で奥に扉が見えていますけど、あそこからお料理をここに配膳してもらえるということですね。まあプライベート性を保てるということですね。ここに扉ついてるんで、これを閉めれば完全に奥のプライベート空間は隠すことができますよと。でここのミニバースペース見てみましょうか。あ、これはテレビかな。あ、すごい、テレビを見ながらお食事をいただくこともできて、でこの辺にはこれですね、ネスプレッソ、コーヒーマシーンとミネラルウォーター、そしてケトルがあって、でこの下左手開けるとマグカップが置かれてますね。あ、ナルミのマグカップ、リッツカールトンと同じやつが使われています。左手にダージリンティーもありまして、でこっち右側開けるとここにはお茶セットですね。後でまんじゅうと一緒にいただきましょうかね、お茶も。そしてこの右下に各種グラスや栓抜きなどが置かれていて、左手がこの中冷蔵庫ですね。で冷蔵庫の中にあるドリンクはこれ無料でいただくことができますよと。いや、なんて贅沢な客室なんだこれ。夕食食べるのも楽しみだな、ここで。でこっち側ですね、客室露天風呂の方に行ってみましょうか。ここがまず水回り、右手にタオル掛けがあって、洗面台は2つあるっていうのが、まあ今日は1人ですけどね、2名以上で泊まった場合はとっても便利です。で、シンクがこんな感じで左右、あ、このハンドソープとかね、最新式の機械のやつ使ってますし、アメニティはこれですね、ポーラでグラスがあって、ハンドソープ、化粧水、乳液とかで、鏡もありまして、ハンカチがね、この滝のやってロゴがしっかり入っているのがいいですね。はい、まあ何気ないですが、こういう壁掛けの絵であったり、照明もほらちょっと見えにくいかもしれないですけど、クリスタルな感じとかこだわりありますね。で下にはこれはバスローブかな、はい、バスローブが置かれていて、この辺はタオルですかね。足つぼマッサージとかもあります、何気にありがたい。そしてここに引き出しがあるな、引き出しを開けると、あ、これは袋に丁寧にラッピングされたアメニティセットですね。そして右手にはパナソニック製のドライヤーがこの袋の中に入ってました。はい、そしてこっちですね、ここにもタオルが準備されていて、手前側にシャワールームですね。まあ北海道はもう真冬はめっちゃ寒いんで、インドアにシャワーがあるのは必須ですからね。まあ外だとさすがに北海道だと壊れるのかな、凍結して。でシャワールームにもアメニティがこうやって準備されていて、すぐに外の露天風呂に出ることができます。では出てみますね。はい、外出るとこれですよ。うわ、めちゃくちゃこれ硫黄のいい匂い、温泉の匂いが漂ってきます。これもう濁っていることからも分かるようにね、源泉かけ流しの温泉を客室でゆっくりと堪能することができます。まあ、温泉に浸かりながらこの右手の雪景色を望むことができますよと。いやー、これは入るのめっちゃ楽しみだぞ。でちなみにこれ周りに木の扉がついていますけど、これは完全に閉じることもできますよと、プライベート性を保つために。今はこうやって開放的にオープンな状態にしていますね。はい、で、こっちがテラスがあって、椅子もこうやって準備されていて、いやー、やっぱここが一番開放的ですね。風が気持ちよく入ってきます。まあ、今は真冬なんでちょっとずっといると寒いでしょうけど、秋冬だったらね、この目の前の緑の景色を望みながらここでまったりお風呂上がりにするっていうのも気持ちよさそうですね。はい、でここのバルコニーは当然お部屋から出てくることができます。もう一回お部屋の中に戻って細かいところ見ていきましょうかね。いやー、あったかい。もう一回お部屋の中戻ってきて、まだ見ていないところはここですね。まあ、ベッド周りを見てみると、ここ各種スイッチとコンセントもあって充電問題なしですよと。そして右手ですね、これは多分オープンすると、はい、やっぱり鏡ですね、姿見になっていて、右手の扉を開けるとクローゼットですね、ハンガーやブラシや温泉に行く用のカゴ、貴重品ボックスがあって、でこっちの和室スペースにもクローゼットが
ありまして、ここに浴衣の上着かな、あ、すごいな、電気がこれ近づいたらつきました。で、下に靴下や浴衣セットが置かれています。左手にはなんかクッションもありますね。そして最後再び玄関に戻ってきて、こっち側抜けていって扉開けると、ここにトイレがありますと。トイレの中にもミニタオルや洗面台がしっかりとついています。はい、では今日はこの客室で一泊です。いや、もうルームツアーやっただけでもう満足っていうくらいのとてつもなく素敵なお部屋ですね。今日一日滞在するのめっちゃ楽しみです。で、この露天風呂付き和洋室 D タイプの料金は2名1室2食付きでだいたい9万円ぐらいから宿泊することができます。まあ1人当たり4万円台というところでしょうか。で、こんな素敵な客室なのに一人旅でも泊まることができて、今回僕は一人旅で1泊2食付きでだいたい7万円ぐらいで泊まることができました。この後はここの宿大浴場もとっても充実しているみたいで、上の階と下の階に大浴場があるみたいで、その中で合計4種類の泉質を楽しむことができるということで、今回特別に撮影許可いただいたので皆さんにも大浴場をお見せしたいと思います。では行ってみましょう。はい、で、大浴場はまずこちら5階になります。5階のここエレベーター奥進んだところに、手前側に男湯、奥に女湯とあります。まあこれは1日ごとに入れ替わるんですよね。はい、これです。展望露天風呂が目の前に広がっています。いや、とっても広々とした浴槽が目の前にあって、奥の方にはチェアも置かれていますね。いや、もちろんこれ客室より広い浴槽なんでね、大の字になって思いっきり足を伸ばして開放的な空間楽しむっていうのもいいですね。こっちの大浴場で、目の前は今は冬なので、まあ、これからどんどんまた白い雪が積もって真冬の景観になっていくと思いますが、四季折々の景観を温泉に浸かりながら楽しむことができそうです。で、一応これ手前側ちょっと見にくいですけど、ちょっと段差になってるんで半身浴もしっかり楽しむことができる作りとなってます。はい、で、もう一方の大浴場です。男女は日にちによって入れ替え制になっていて、これさっきとほら見て違い分かりますかね。こっちの方が乳白色に濁っていますよね。つまり泉質が異なるんですよね。いや、たくさんの泉質を持つ登別温泉らしいですよね。これ隣接する大浴場で泉質が異なるってなかなかないですよ。さっきのは透明でサラッとした感じなんですけど、こっちは濁り湯になってるんで、硫黄の匂いもより強いような気がします。いや、これは両方入りたくなるな。はい、で、大浴場は地下1階にもあるんですよね。今降りてきましたけど、この辺は湯上がりスペースになってまして、ここにはくつろげそうなマッサージチェアまで置かれています。いや、湯上がりにちょっとここでゆっくりしたいですね。で、大浴場は奥の方に女湯男湯とあるんですが、その手前側にはこれは北海道産熊笹茶、はい、ドリンクのサービスもここにありますね。お水も飲めて、では浴室の方行ってみましょうか。はい、中入ってきまして、まず宇宙がこっち右手側と左手側あるんですけど、なんとここにも泉質が2種類、右手が硫黄泉、左手がラジウム泉と書いていますけどね。いや、すごいいい具合に濁り湯になってますね。一応ここほら寝湯も準備されているので、ゆっくりと頭を寝かしてくつろぐこともできそうです。で、窓の奥には雪景色とちょっとした滝、池も見えていますね。いや、ここの雰囲気もいいな。いや、もうすぐにでも温泉に浸かりたくなる硫黄の匂いプンプンしてます。まあ、左手に体を洗うスペースがいくつか並んでいます。そして露天風呂もあるんですよね、ここ。はい、外出てきて、これ下見るとねすごいですよ。階段があるんですけど、ここにも温泉が湧き出てて、歩いていくんですけど今素足で全然寒くないんですよね、この温泉のおかげで。そしてたどり着いたところから早速温泉に浸かることができますよと。うわー、これいいなー。いや、さすがに真冬の北海道の露天は寒いんですけど、今みたいに出た瞬間から温泉の温かみを感じることができるんで、とっても快適に露天風呂にも浸かることができそうです。ここもラジウム泉でいい具合にブルーに濁っていますね。
はい、そしてここの地下の大浴場にはご覧の水風呂が目の前にあるということは、右手にサウナも準備されているんですよね。いや、サウナがしっかりついているのは嬉しいですね。はい、それではまずは客室露天風呂に浸かって旅の疲れを癒しましょうかね。いやー、気持ちいい登別温泉。この硫黄泉がたまんないですね。温泉の香りがプンプンしてきて、もう見てわかると思うんですけど、湯の花が湧きまくってますからね。いやー、トロトロの泉質が最高ですね。で、なんといっても冬の北海道はこの雪景色とともに露天風呂に浸かることができるっていうのが九州では絶対に味わえないので、これが最高なんですよね。いやー、でもこれ浸かると冬の北海道は本当にいいなって思いますよね。誰からも邪魔されないプライベート空間が最高です。温泉の温度も適温ですね。暑すぎず、ゆっくりとリラックスして浸かることができております。いやー、日頃長湯はしないんですけど、これだけ気持ちいい温泉だと長く浸かっていたくなりますね。はい、で、客室露天風呂の特権です。ドリンクを飲みながら温泉にゆっくりと浸かりましょう。うまっすぎる。いやー、最高、気持ちよすぎる。いやー、マジで湯がとろっとろだな。いやー、お風呂気持ちよかった。ちょっとここのダイニングエリアでお茶でも飲んでゆっくりしましょうかね。いや、でもこの夜暗くなってからのお部屋の雰囲気もとっても素敵ですよね。まだ今4時半なんですけど、やっぱ北海道は暗くなるのは早いです。はい、じゃあこの中に入ってるやつ何なんだろうな。これ白い饅頭みたいな、いただきます。あ、中にほんのちょっとだけカスタードクリームが入っている卵まんじゅうって感じですね。美味しい。いやー、素晴らしい泉質の客室露天風呂に浸かって、で、この温泉まんじゅう、客室の中にダイニングテーブルまであって、ここまでプライベート感満載の客室っていうのは、これまで泊まった宿の中でもかなり贅沢な部類に入る客室ですね。やっぱ快適すぎる。はい、ではお楽しみの夕食の時間になりました。こんな感じでまず前菜がやってきました、お部屋に。はい、で、これがメニュー表で、表面なんかすごい北海道の地図とかが描かれていますけど、これ裏面見るとこんな感じで、右手先付けからずらーっとデザートまでありますね。いや、楽しみだな、どんなお料理がいただけるのか。で、下見るとこれはよりどんなお料理か具体的に書かれているんですかね。いや、こんな充実したメニュー表も初めてだぞ。そしてドリンクメニューはこれですね。まずは登別の地ビールがドカンと右でありまして、ここには滝の屋の滝の屋特選ワインがありますね。はい、次のページまでワインが続いていて、左手にはシャンパンです。で、次のページ、ノンアルスパークリングワインやビール各種、左手には日本酒があります。まあ、日本酒はご覧のように次のページまで北海道産のものが取り揃えられていますね。そして次のページにも赤ワインですね、ずらーっとあって、ページめくるとここには白ワインも足したようあります。次のページまで白ワインが続いていて、左手にはこだわりの焼酎ですね。焼酎も右手ここまで続いていて、左手に果実酒やウイスキー、ソフトドリンクも並んでいます。で、最後のページにはプレミアム焼酎というものまでありました。で、まずはこれが先付けですね。養老豆腐と書かれていて、洞爺の隠れた名産長芋をあしらった卵豆腐と、で、その下にこんな感じで4種類前菜が置かれていまして、手前側に食前酒です。はい、ではまず食前酒いただきます。
これ梅酒ですね。梅の甘み酸味が凝縮されてて美味しい。先付けです。養老豆腐。いや、長芋が上品に添えられている卵豆腐。まろやかな卵豆腐にこの山芋と水菜、山の幸の味が優しい味わいで素晴らしい。で、べっこうあんがかかってるんでね、こう上品な味に仕立て上げられています。これはうまい。いや、先付けからうまで、前菜ブロッコリー生ハム巻き。いや、うまい。さっき色見て生ハムの品質もこれ良さそうだなっていうふうに思ったんですけどね、その通りです。はい、でこれは鮭の揚げ物っていう風に書いてますね。すごい不思議な形。いや、これ美味しい。中にサーモンが入っていて、周りの衣がサクサクだし、ちょっとこれ周りについてるの分かりますかね。豆がね、いいアクセントになってるんですよ。揚げ物だけどすごいさっぱりした味わいで、これうまいわ。で、贅沢にもカニのお寿司ですね。そしてこれ、かぼちゃ黄身チーズ焼きです。先付け前菜どれも美味しいけど、この養老豆腐と鮭の揚げ物が他ではなかなか味わえない素晴らしい一品でしたね。はい、今日は作りがホッキの貝ですね。で、ヒラメです。これホッキの紐とあれが入ってますね。で、なんかマグロで、でこれはお出汁とお醤油とでうちで作ってるんですよ。で、お作りの上にわさびをちょいと乗せて、この泡を少し多めにこちらに乗せていただくお醤油と思っております。いや、お作りうまそう。まずはマグロいただきましょうか。この出汁を上に乗せるって言ってましたね。わ、すごい泡だ。で、醤油につけていただきます。とろけるマグロで、この醤油がね、辛みと甘みのバランスが絶妙だわ。こっちの普通の醤油が若干辛口で、この出汁にね、甘みがある感じで、なんかちょっとこうジェルみたいになってて、ポン酢とかも入ってるのかな。この濃厚の醤油にさっぱりとした味わいもあって、バランスがいいですね。はい、そして次ヒラメいきましょう。ヒラメも弾力甘みあって素晴らしい。あ、ヒラメは室蘭の名産なんですね。だから美味しいんだ。こっから登別駅の海沿いの方はすぐですからね。なんでお魚の鮮度も高いんでしょうね。うまい。はい、そしてこれホッキ貝です。いや、この泡の出汁が絶品だな。いや、うんま。コリコリ食感もたまらないし、貝の風味が口に広がります。北海道は貝類うまいな。これはお酒が美味しいぞ。いやー、最高。で、このお吸い物も、いやー、落ち着く味わいだ。最高だ。これも煮物になりまして。煮物ですね。はい、100年の歴史の煮物でございます。こちらにも書いてると、先代の社長のアイデアで、ずっと去年の5月の21日で100年祭を無事終わりました。いや、すごいですね。創業者でもあり料理人でもあった方が考案して、100年以上受け継がれてきた一品ということで、楽しみですね。あれ、ほら、こんな感じで中にもち米がありますね。その周りは何だろう、じゃがいもか何かかな。はい、じゃあいただきます。緑のあんがまたすごいな。いや、これうまいわ。このお米本来の甘みと、もちもちの食感に、この北海道といえばじゃがいも、めっちゃ美味しいですからね。じゃがいもの旨味がもう凝縮されて、じゅわーっともちもち食感とともに広がっていくんですよね。で、この緑のはほうれん草を溶かしたあんみたいですね。それでまたさっぱりと上品な味に仕立て上げられていて、いや、このじゃがいも餅って食べたことあるようであんまりないかもしれないんで、美味しいわこれ。いや、これも間違いなくここでしか食べれない一品ですね。さあ、岩柄が参りました。今日は赤ワイン煮、トコチワ牛の赤ワイン煮となりまして、はい、香辛大根、ほうれん草、札幌キーという玉ねぎですね。そしてね、からし菜です。あわは春菊でございます。春菊、そうで、このね、スライサーしてるのは、これはカリフラワー、カリフラワーでございます。これは甘エビのテリーヌとなります。で、ここの新魚はこの十勝牛かアワビのしゃぶしゃぶからチョイスできるようになってます。今回は十勝牛チョイスしてます。いや、これもうまそう。めちゃくちゃいい匂い漂ってくるわ。衣
これもね、トッピングはこの泡、春菊の泡ですよ。さっきと同じく泡ですよ。ほら、こんな感じで。うまい。ほろほろっと口の中でとろけていって、脂っこさが全くないので、それなりにこれ量があるんですけど、ひょいと食べ上げちゃいそうですね。で、春菊のこの泡でね、ちょっとこう野菜の風味というか、肉々しい味の中にちょっとこうさっぱりとした感じを付け加えていて、これも上品なお料理だわ。でね、これ上は春菊のソースというか泡のやつだったんですけど、下の方はね、このオレンジのやつ、ちょっとこうクリーミーで濃厚なソースがあるんで、この上の春菊のやつとちょっとこう味の違いを楽しめる感じがいいですね。で、これがフグのね、焼き物なんです。すごい珍しいですよ。こっちだと珍しいですよ、ね、フグの焼き物は。ちょっとで、これが540日、はい、1年半寝かせたじゃがいもなんです、これはそうそうお口には入らないものなんです。はい、じゃあまずこのじゃがいもです。あったかいうちに食べてくださいねということだったので、ホクホクでうまい。でね、これかなり甘みがしっかり出てますね。じゃがいもってこんなに甘かったっけっていうぐらいね、甘みがある。いやー、さすが、これはうまいわ。やっぱ北海道はじゃがいもめっちゃうまいわ。はい、では次はフグですね。焼き魚のフグは初めてかもしれないですね。いやー、すごい身がぎっしり詰まってるわこれ。いやー、プリプリでね、ちょっとこう醤油ベースの薄味で味付けされていて、これはうまいわ。やっぱすごいな、フグってもう身が詰まりまくってるんですね、ここに。で、この右手に添えられていた味噌かな、これを付け加えるとまた味の変化楽しめますわ。絶妙な甘み。これは贅沢だ。今日はお茶漬けとなります。はい、でこれがお出汁なんですよ。ちょっと少し作りますか。あ、お願いします。で、サーモン大丈夫でしょ。はい、サーモン、キノコ、あ、全部食べれます。全部ね、食べてください、はい、美味しいですから、こういうお茶漬けも、はい、そしてわさびは OK？ はい、わさび大丈夫？はい、好きです。やっぱりね、お茶漬けにはわさびですよね。ですね。こんなに入ると思うけど全然大丈夫。あ、大丈夫なんですね、うん。それが美味しいんですよ、楽しみ。お出汁がね、だからお出汁はいっぱい持ってきたので、少し食べてはお出汁を入れて、はい、そしていただいてください。ありがとうございます。はい、では締めのお茶漬けですね。出汁が美味しいっていう風に言ってましたね。楽しみだ。いただきます。いやー、美味しい。出汁もこのさっぱり出汁がいいですし、ぎっしりサーモンとキノコと美味しい品質の高いわさびまで中に入ってるんでね、なんとも贅沢なお茶漬け。いやー、締めのご飯まで素晴らしい。はい、そして最後デザートがやってきました。リンゴのクープ、メープルプリンと書いてますけど、これ下の方かな。リンゴとかたくさんフルーツが詰まっていて、上にはジュレが乗ってて、下がプリンになるのかな。で、このさつまいもは紅はるかという品種のものらしいですね。紅はるかのさつまいも、あ、すごい、チップになっててね、薄いのに甘みが口にしっかり広がってるわ。うん、でプリンとかがこうやって間に挟まってるんだな。いやー、こりゃ贅沢だわ。たくさんのフルーツが中に詰まってて、そこにメープルプリンの甘みですからね。こうデザートはアイスだけとかで済ませるお宿もあるんですけどね。いや、さすがはこれは高級旅館のデザートですね。いやー、この地元の食材をふんだんに用いて、ここでしかいただけないような珍しい一品も食べることができて、で、このお部屋の完全プライベートのダイニングでちょっとこうライトアップされた雪景色を眺めながらの夕食、大満足です。
してきた方がいい。飲みやすいですね。そうですね、はい、北海道の地酒とブルーキュラソーとかそういうのが入ってます。あれですね、ウォッカブルーキュラソーっていう。こんなものがあるんですね。ちょっとね、これで色がね、あのコバルトブルー系の赤い色になるんです。これ普通のブルーキュラソーです。あ、ブルーキュラソーでも色々あるんですね。色味が全然違うんですよね。へえ。こっちだと本当にあのインクのあのブルーの、ああそうですね、これだとちょっとあのグリーンがかったような明るい色、あエメラルドグリーンみたいな色合いに、はいはいはい、すごい、はい、こんなもの値段も違うんですか、やっぱこの2つ。あ全然違います。あ全然違うんですか。これなんかですね、今ねあまりこう顔を取る時にアッケシ余ってましてこれウイスキーですか。ウイスキーです。アッケシってあの北海道の牡蠣で有名なアッケシあるんですよ、こちらの、うん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 、そこで今品物的には数少ないんで結構プレミアムついて値段は生活では買うことできないのが多いですね。あそうなんですね、はい、そんなレア度が高い、はい、はい、それでは夜の温泉タイムです。これから、まあ、客室露天風呂にこれまだ使ってもいいんですけど、せっかく大浴場もとっても魅力的だなと思ったので地下の大浴場にこれから行きましょうかね。いやーでも夜はより一層空気が冷えてまた温泉気持ちいいだろうな。そしてこれ外の景色はこんな感じでしっかりとライトアップされてるんで雪景色を望みながら温泉に浸かれるんですよね。はい、おはようございます。朝です。いやーもう本当に静かにゆっくり眠れましたね今日は。で朝はこんな感じで、昨日夜はちょっと雪がちらつきましたがしっかりと晴れております。まあ、冬の北海道で気温は低いですけどね、昨日今日としっかりこう晴れてくれてるんで観光にはうってつけの天気でございます。はい、では朝風呂に入ってこれから朝食です。はい、ではお風呂に入って朝ごはんですね。もうダイニングテーブルがお部屋の中にあるんですぐに叩けるのいいですね。でこんな感じで朝食準備してもらいました。まずははい、こちらご飯、味噌汁やご飯のお供と大きな卵がありますね。そしてお魚は北海道といったらこれキンキですね。キンキがあって、でこっち側にはヨーグルトかな、ヨーグルトサラダ、これはなんだろう、ハスカップか何かかな。はい、で蓋開けるとこの中にはフルーツも入っていまして、そして奥にはこれトマトジュース、牛乳、アップルジュースから1種類選べるみたいなんですけど、なんかね特別にサービスで2つ出してくれましたよ、ありがたい。で奥にはご飯とこれが納豆ですね。はい、納豆があって、この中にこれですね、今火つけてますけど豆腐が入っています。はい、では朝の一杯はトマトジュースです。濃厚、うまで、牛乳も、いや北海道の牛乳うまい。で味噌汁はしじみ汁だ、しじみの身も大きいわ。いやうまい、白味噌。ご飯のお供の明太子もめちゃくちゃでかいぞこれ。これはうまそう。これはご飯が進むわ。そして納豆ですね、これは開くと中にこんな感じで納豆が入ってて、これをこうやって出せばいいかな。ほら納豆美味しそう。うん、これも醤油だれとか使わなくてもお豆の味がしっかり出てて美味しいわ。これもご飯と合います。でこれキンキは器がほらとっても素敵じゃないですか、こだわりのある感じです。これはすだちをかけていただこう。ほら、美味しそう。いやー脂身があって口の中でとろけていきますね、やっぱキンキこの魚は。でそこに大根おろしとすだちがあるのでね、さっぱりとした味わいに仕立て上げられます。でほら豆腐がとろとろで、これも美味しそう。でこの備え付けのだし醤油かな、こんな感じでね下しっかり火が通るようになってます。
で、ネギと生姜を乗せて、これうまそうだ。いただきます。ああ、この薄口でちょっと辛みのある出汁醤油がうまい。それに軽くネギと生姜の風味も加わって、豆腐も絶品。